どうも、ミットです。今回ですね、毎月前半と後半の2回に分けて行っております、今月発売のおすすめ漫画紹介やっていきたいと思います。で、今回ですね、その後半バージョンということで、今月5月の16日から31日までに発売されるおすすめ漫画20作品を一挙に紹介していきます。でですね、早速5月17日発売のものからまずは紹介していきます。で、こちらですね、全部で8作品となっております。それですね、まず1作品目です。1作品目が、五等分の花嫁、フルカラー版14巻、最終巻というね、フルカラー版を何度も何度も毎月のぐらいのペースでずっと紹介してきましたけど、ついに最終巻ということで、まあこちらの素晴らしい表紙、まじ素晴らしい結末が待っていますので、まあぜひね、まだ読んだことない方、まあもちろんね、今読んでる、もうすでに読んだことある方もね、めちゃくちゃおすすめのフルカラー版最終巻になってるんじゃないかなと思います。次ですね、17日発売の2作品目です。2作品目が、化け物語13巻ということで、ね、こちらはまあ週刊少年マガジンさんで今連載中の作品になってまして、まあ、西尾新先生でね、化け物語をコミカライズしたと、その作品になってます、ね。今、傷物語とかね、あの場面をやってても非常に面白いんでね、もうおすすめですね。それで17日発売の3作品目です。3作品目が、エデンズゼロ15巻というね、真島ヒロ先生が宇宙 SF に挑戦というこちらの作品で、今ね、実際アニメも放送中ですけど、まあ単行本も非常に熱い展開、漫画もね、あの熱い展開ですので、ぜひね、あの読んでいただけると嬉しいなと思います。次ですね、17日発売4作品目です。4作品目が、ランウェイで笑って21巻っていうね、まあこちらもアニメ化もされまして、まあ現在こちらの週刊少年マガジンさんで連載中の作品になってますけど、まあ SF、まあ、SF じゃないわ、あのファッション漫画ということね、まあ非常に熱い展開もありつつ、すごい泣けるんですね、本当に雰囲気も良くて。ファッション漫画って言って少年漫画っぽくないなとか思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱその、まあデザイナーになろうっていう、まあ主人公と、まあ、モデルになろうってヒロイン。まあ、その両方のね、ダブル主人公って形で描いていく作品で、本当にね、泣ける要素しかないので、めちゃくちゃおすすめです。続いて17冊目の5作品目です。5作品目が、インフェクション23巻ってね、こちらはマガポケさんで連載中の作品になってます。まあ、エロありの、まあ、パンデミックが起こってね、それを解決していくと、まあ、そんな感じの作品になってます。まあね、最終的にどの方向に向かっていくのか、まあ、気になるところではありますけど、僕はね、楽しませていただいております。続いてですね、17冊目の6作品目です。6作品目が、ブルーロック14巻っていうことね、まあ、金城宗行先生の役サッカー漫画、超エゴイズムサッカー漫画というね、ついに累計アコース400万くらいが突破したのかなというところで、まあ、アニメ化もそろそろ来るんじゃないかなと思ってます。こちらね、マガジンさんで連載中の、まあ、大ヒットサッカー漫画ということで、マガジンは本当はアニメ化らしくてどんどん続いてますので、多分そろそろアニメ化来るんじゃないかなと僕は思ってます。続いてですね、17発売7作目です。7作目が、恋か魔法かわからない2巻という、ね、最近マガジン始まりました、内山先生です。世界か彼女か選べないの、作者の新連載ということで、まあ、裏山ファンタジーラブコメ、ね、主人公はチャームっていう能力を持ってて、まあ、ヒロインたちをメロメロにできますみたいな能力を持ってて、まあ、本当にまあ、いろんな、まあ、それで、ヒロインたちが惚れてるのが恋なのか、それとも魔法なのかわかんないっていうタイトル通りの作品で、まあ、非常に、絵柄も可愛くて、まあ、表紙見ていただければわかるんですけど、素晴らしい可愛い女の子たちがたくさん出てくるんでね。セカカのファンのはもちろんね、新しく、ラブコメ好きの方とか、お色系好きの方ね、ぜひ読んでいただけると嬉しいなと思います。続いて17発売の8作品目、こちらね、17日発売のラストになります。こちらですね、女神のカフェテラス1巻というこうね、ラブコメを瀬尾浩二先生の新連載でございます。まあ、これね、僕単体でも動画上げたんで、それ見られた方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、風花とか鈴花とか、前作のヒットマンとかも描かれてた、その、まあ、瀬尾先生の新連載、こちらね、5人ヒロインが出てくる。もうヒロイン多すぎ、シーサイドラブコメということで、まあ、主人公ね、まあ、おばあちゃんが亡くなったことをきっかけに、その家を継いで、その、まあ、その店を建て直していこうみたいな、その作品なんですけど、まあ、ヒロインね。まだ、まあ、正直まだ始まったばっかってこともあって、ヒロイン5人で誰が推しとか、まあ、僕も覚えきれてない部分もあるんですけど、やっぱどのキャラもね、魅力的で、瀬尾先生の描く女の子ってなんでこんな毎回魅力的なんだろうと思わせていただいてますけど、まあ、今後がね、大いに楽しみな作品になってるのかなと思います。というわけで、17日発売の作品は以上となります。続いてですね、5月18日発売のものを紹介していきます。こちらは全部で2作品になっております。まず、18日発売の1作品目です。1作品目が、魔王城でお休み18巻というのは週刊少年3で連載中の作品となっております。魔王城でお休みね、アニメ化もされまして、まあ、すごいね、アニメ化あったわけなんですけど、動画工房さんのね、まあ、ほんといいアニメ化あったわけなんですけど、まあ、2期も多分来る、なんか2期も来るみたいな垂れ込みをちょっと見たので、2期も来るんじゃないかなと思いつつ、お姫様が魔王城に囚われてしまって、その魔王城で、好き勝手するって作品ですね。はい。まあ、寝るがメインですね。はい。そして18日発売2作品目、そこで18日発売最後になります。こちらですね、コミさんはコミショーです。21巻でね、アニメ化決定、おめでとうございます。こちらね、アニメ化決定いたしました。まあ、コミさんってすごいコミショーのね、主人公が友達を100人作ろうと、その中でラブコメありますよってこの作品で、なんと累計コース500万部突破してるみたいですね。で、まあ、結構アニメ化難しい絵なのかなと思ってたんですけど、アニメの PV とか見たらめっちゃ出来良くて、もうすごい僕楽しみにしてます。これはぜひ期待してほしいですし、まあ、単行本からね、今から読むのもおすすめかなと思います。
次ですね、19日発売、5月19日発売の作品紹介していきます。こちらですね、全部で4作品ございます。ではまず1作品目です。こちらですね、かぐや様、コクラス対、天才たちの恋愛頭脳戦22巻というね、かぐや様、もう累計は1500万本ぐらいですか、まあ、あのね、実写映画の、まあ、ラスト、まあ、ファイナルの2期もね、決まりまして、まあ、アニメもね、3期も OVA も決まってますというところでも楽しみですね。22巻特装版に OVA がついてきますね。それがまあ、また素晴らしい HH な感じだったので、あの僕もね、22巻特装版を予約してるんですけど、まあ、特装版もすごいね、おすすめ。あの、DVD 多分ついてくると思うんで、まあ、すごいおすすめですし、もちろんね、あの、単行本自体もまあ、素晴らしい表紙からの、本当に面白い作品、あの、ね、あの、ピーク終わったかと思いつつは、まあ、全然面白いんで、まあ、すごいおすすめかなと思います。続いてです、19日発売2作品目です。2作品目が、推しの子4巻というね、まあ今人気爆発中の、まあね、あの、アイドルじゃないわ、芸能界を描いていくと、まあ推しの子供に転生してからの芸能界を描いていく作品になっております。で、こちらね、かぐや様の作者、原作者さんの、まあもう一つの連載ということで、かぐや様の作者の赤坂赤先生×横谷綿豪先生というかね、タッグを組んで描いていくのが推しの子で、もうすでにね、あの3巻の累計発行100万部突破したらしいんですけど、素晴らしい人気で、ね、まあ本当に面白いですし、まあ今回ね、重曹ちゃんが表紙ということで、まあ皆さん重曹ちゃん推しなんじゃないかと勝手に思ってますけど、本当にね、まあいいキャラばっかりですね、まあ本当になんか描き方もうまくて、またこれ単体でも動画上げるかもなってぐらい好きな作品なので、まあアニメ化も多分来ると思うんで、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。次ですね、19日発売の3作品目です。3作品目が、ウマ娘シンデレラグレイ3巻ということで、今絶賛社会現象中のウマ娘の漫画ですね。こちらもヤングジャンプで連載中なんですけど、まあね、これも人気がやばくてですね、あの3巻がすでに売り切れているという状況なので、あの、もうぜひね、なんとかあの、近くの書店とかで確保するのがいいんじゃないかなと思いますけど、僕一緒にアニメイトさんのネットツアーの予約しましたけどね。まあ、ウマ娘は本当に人気ですね。こちらね、オグリキャップってキャラを主人公に描いたメインに据えた作品なんですけど、まあ、やっぱその漫画は漫画ですごいかっこよく描かれててね、また面白い。またアニメとは違った魅力、ゲームとは違った魅力があるんじゃないかなと思っております。次ですね、19日集め4作品目です。こちらね、19日集めラストになります。こちらですね、二人ぼっちのおたさの姫2巻という子ね、こちらのクール教信者さんが作者ということで、クール教信者さん皆さんご存知でしょうか。クール教信者さんというのは、あの、小林さんちのメイドラゴンの作者でございます。小林さんちのメイドラゴン S ね、始まりますよね。4月からすごい楽しみですし、あとね、ピーチボーイリバーサイドって、そちらのね、アニメ、まあ漫画ももちろんやってるんですけど、アニメでもそれが4月から同時公開ですね。クール教信者さんの 作品が一気に2作品公開って、これすごいなと思ったんですけど、まあ、佐々木さんの描く、まあ、新連載、ヤンジャンの作品で、こちらに結構やっぱヤンジャン、まあ、青年漫画だけやって、出ちゃったりしてますね。うん。まあ、その辺もおすすめですし、もちろん、ね、可愛い女の子たち、その上でなんか、主人公がね、なんかすごい、あの、ぽっちゃりしたタクさんっていう人なんですけど、その辺もなんか魅力的だったりするんで、まあ、おすすめっていうか、読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。続いてですね、21日発売、5月22日発売の作品紹介していきます。こちらですね、全部で2作品ございます。ではまず1作品目です。1作品目が、ブルーピリオド10巻ということでね、あ、ブルーピリオドね、最新巻出ました。僕も早速予約しましたけど、まあ楽しみですね。まあこちらアニメ化も決定しております。まあ美大とかね、あの、美大受験とかを描いていく、まあ美術漫画っていうんですかね、になってまして、まあ各作品ね、各キャラの魅力とかも非常に高いですし、やっぱ描き方もこれがすごい上手いですよね。空気感も好きな作品で、アニメも楽しみですしね、まあ単行本で追うのもすごいんじゃないかなと思っております。次ですね、21日発売の2作品目です。こちら21日発売のラストになります。こちらですね、サチイロのワンルーム9巻というね、これ実は僕読めてないんですけれども、あの、視聴しながらお勧めいただいて、これは面白いぞということでお勧めいただいて、僕もそろそろ読もうかなと思った作品になってます。こちらね、あの、漫画アップさんとか、LINE 漫画さんとかでも読めるようになってたんで、そこからね、読んでみて、あの、ハマればぜひっていう感じで、僕もね、あの、読んでみたいなと思ってます。あの、教えてくださった。ありがとうございました。はい。次ですね、5月25日発売の作品紹介していきます。こちらですね、全部で2作品ございます。まず1作品目です。一作品目が、薬屋の独り言8巻ということで、もう全然、累計は1450本かな。こちら、ラノベア原作なんですけど、このね、あの、スクエニのビッグガンガンコミックスを出してる、あの、単行本の方も、漫画の方も、あの、漫画賞が結構取ってて、大人気作品で。こちらしかも、あの、漫画が2種類あるんですよ。小学館が出してるのと、スクエニが出してる2種類あって、スクエニの方がなんか漫画賞で取ってる方なんですけど、まあ、どっちも同じぐらい売れてることなんで、あの、どっちでもおすすめなのかなと思いますけど、まあね、とりあえず統一して買うのがいい。どっちも買うか、どっちかに統一して買うのがいいんじゃないかなと思います。まあ、これね、まあ、彼女の、薬学、専門、薬学の専門知識を生かして、まあ、ミステリーとかね、まあ、その、なんか、事件を解決していく。で、その上、ラブコメ要素とか恋愛要素もあるっていう作品になっております。次ですね、25日発売2作品目。こちら25日発売ラストになります。こちらですね、
不器用な先輩三冠っていうことね、まあ不器用な先輩が文字通り頑張っていくと、まあね、あのオフィスラブって感じですよね。あの主人公オフィスラブって言い方おかしいよ。仕事場の恋愛っていうところで、あの、まあ、主人公のそのヒロインですね、その女の上司の方が、まあすごいなんかまあ不器用なわけです。めちゃくちゃいい子なんですけど、みんな不器用、その中でまあ、だんだん距離を近づけていくってラブコメ、まあすごい楽しませていただいて読ませていただいております。続いてですね、5月27日発売の作品紹介していきます。こちらに1作品のみとなっております。こちらですね、恋するアステロイドで恋やすきました。いや、最近なんか恋やすがめちゃくちゃ話題になってて、僕自身もね、まあ、キララ好き、そして、まあ、日常アニメ大好き、動画工房大好きで、まあ、おなじみの YouTuber なので、まあ、すごいね、まあ、嬉しいんですけれども、まあ、恋やすのその4巻が登場するということね、まあ、単行本も面白いし、やっぱ可愛い女の子でやってくる上に、勉強になると、天文学だったり、地学を学べるというのがこの作品ですね。まあね、単行本で大のもいいですし、アニメ2期もね、来てほしいなと思います。次ですね、28日発売の作品紹介していきます。こちら1作品のみになっておりまして、こちらで紹介したら、今回の5月後半発売の作品の紹介以上となります。こちらですね、青足24巻という青足の最新巻来ました。青足最近観光ペース早くないですか？このまま23巻読んだばっかりな気がするんですけど、まあ今ね、すごいいいというか、まあ早く次は読めない展開をずっとやってるので、まあ、こちらサッカー漫画なんですけど、まあこれもおすすめは、ブルーロックの方がやっぱ今熱いって感じだと思うんですけど、青足もやっぱ安定してめちゃくちゃ面白いんで、まあ、サッカー漫画付きはね、どっちも読むと、すごい楽しいというか、楽しめるんじゃないかなと思います。という感じですね、今回の動画は5月の後半に発売されるおすすめ漫画ニュース作品の紹介は以上となります。コメントがあってありがとうございました。で、来月がですね、もうめちゃくちゃ熱いラインナップになっております。そちらもね、お楽しみという感じで今回締めさせていただきたいと思います。本当ですね、ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。